アベマプレミアム会員ならどこよりも早く K1 大阪大会が見れる。さらに安保 VS 山崎戦を木村実が解説するアベマプレミアム限定コンテンツも。今リングインしてこのガウンを脱がせているのがお兄さんの春馬選手です。そして横山兄弟には匠選手がついております。いや本当に石川さん面白いですよね、はい、兄弟2人いろいろプロアマ共通点が多いんですよね、はい、年齢も同じ、キャリアも戦績もほとんど同じ、はいね、お兄さんがクラッシュ K1 で活躍してるというのも同じですよね。学年では一つ横山選手が上ということなんですけれどもね、うん、本当に共通のポイントがたくさんある両者のセミファイナル、ね、ライバルですね、はい、そうですね。さあ青いグローブ構えを高くステップバックして自らもローキックを放つのが横山。サウスポースタイルリーブルロア所属、群馬県は太田市出身、対して神奈川県海老名市出身、クレスト所属の最強ユーマ赤いグローブオーソドックス、こちらが今回9戦目です。さあレオナ選手、はい、もう最強ユーマとは相対しました、対戦しました、はいはい、どうですか。そうですね、今まあお互いに距離探ってる感じだなっていうふうに、うん、で距離探ってる中でも危ない距離には行ってなく、お互いにうまい距離で戦ってるなっていうイメージですね。お互いにうまい、はい、どういうところをそう感じるんですか。そうですね、このサウスポーとオーソドックスなんで、まずは距離感の静止合いから始まると思うんで、はい、その静止合いをするまでにバカみたいにパカっていっちゃうと倒されるっていうのがあれなんですけど、はい、それを制すのどっちも分かってるんで、まあ、すごい丁寧に丁寧に取り合ってるなって感じしますね。まあ、ユーマ選手今ローキック放ちましたが、まさに語ってるんですね、そのレオナ選手と戦ってどうだったと聞かれて、レオナ選手は距離感が良くて対応しづらかったというふうに、ありがとうございますそんなふうに語っています。まあ、西京選手が、ね、はい、プロキャリアで唯一負けてるのがレオナ選手だけですからね、2敗してるんですよね、はい、うん、離れ際右を払ったのは横山。でも本当に竹原さん、はい、2人とも20歳ですけれども、まず落ち着いてますよね。そうですよね、はい、まあ、ただ3ラウンドしかないんでね、落ち着きすぎてもダメですけど、はい、でもね距離を、はいはい、ローブローとなってしまいました。こういうところも距離っていうのは一つ、ね、言えそうですけれども ね、自分の距離は、ね、保てる選手は強いですよね。うん、やはりそこはボクシングのこうした立ち技、そうですね、ルールも違いはないと思いますけど、はい、その距離の差というのはあるでしょうけれどもね。さあそんなスーパーフェザー級60キロリミットの戦い、膝頭への蹴り、いい意味でいやらしく青いグローブの横山、うん、インローインロー、共にそうです。さあそしてお、これ蹴り、うん、オーバーハンドに合わせていった、今ナイスという声聞こえました。はい、すごいですね、やっぱタイミングとか抜群、やっぱ距離感もすごい良くて、うん、すごい合わせるのとか超上手なんで、ほうほう、これ横山選手、うん、無駄に変な攻撃出したら合わされちゃうんで、うん、慎重になりますよね。そうでしょうね。あ、そしてその後は返しがあります。本当に西京選手は、はい、あのカウンターっていうことじゃない、もう自然に出るんですよね、うん、それが結果カウンターに見えるってだけで、はい、そういう成り立ちってこう説明してもらえればよくわかるんですけれどもね。そうですね、本当にもうねそういう練習をしてるのか、はい、うん、まあ、それこそねそれも性格なのか、うん、もう本当に冷静です、本当に冷静ですね。打たせて、はい、そこを打ち抜く、さあ第1ラウンドが終了しております。この20歳対決はこのスーパーフェザー級のチャンピオンレオナ選手に伺いましょう。まずどうでしたか。いやー、やっぱレベルが高いです。20歳なのにこのレベルにやられるとちょっと怖いですよね。レオナ選手今28歳、はい、ね、普通にもう2人20歳なのに僕よりもテクニック多分あると思うんで、はい、ちょっと怖いな、末恐ろしいな、はい、完全に本音ですか。いや、完全に本音ですねこれは。でも竹原さん、はい、本当に緊張感ありますし、ちょっとこう場内も拍手もいい意味で少なくなってしまったようで。そうですね、まあ、あの緊張感ある
ね、来たので、まあ、見応えありましたけどね、ただそれを3ラウンドまで続けちゃダメなんで、どこかでやっぱり駆け引きとかね、はい、そういうテクニックを見せてもらいたいですね。こういうところを壊していくのも期待されるわけですからね。フラッシュできるか。智也、ユーマ、横山兄弟 VS 最強兄弟。横山選手はプレッシャーかかりましたね。前に出てきましたか、はい、そうですね、やっぱ1ラウンド目で、はい、うん、最強選手イメージしてた通りのね、はい、もう実感したと思うんですね、うん、あ、こういう感じかっていうのを、それによってじゃあこういう風に攻めようっていうのが分かったのかもしれません、はい、でも上手ですね、あの、はい、上に蹴りを変えて、来させない、入って来させないように変えたんで、右のミドルで、はいはい、インローじゃなくミドルに変えたんで上手だなって、あ、その高さの差で変わってくるわけですね、入ってこれなくなるんで、いや、こういうところは本当に面白い、2人がいろいろ考えて、またセコンドの2人のお兄さんも指示を与えていることでしょう。うわー、ハイキック強い、やっぱね、不用意にいけないのはやっぱり変わらずですよね、はい、うわー、でも後ろ回転回し蹴り2の矢があります。横山選手が変えれば西京選手ももちろん変える、当たり前ですけど、はい、そこの技術戦、距離の微妙な違いっていうのがね、目に見えないところで、はい、行われてますね。竹原さん、はい、やっぱりこいつ技多いなっていう風に感じる瞬間って嫌ですよね。まあそれもあるし、あの、西京選手はね、あの、はい、スマートなストレート打ちますよね、インからインから、はい、だから右ストレート、はい、大振りじゃ なくて本当に、一番短い距離でストレート打ててるんで、うまいですよね。大振りってほぼないですよね、最近ないですよね、うん、はい、無駄なパンチもなさそうです。綺麗ですよ、本当に。前蹴りを放つ最強、こうしてまたレオナ選手、はい、ちょっとこう展開どうなるのかなっていう印象ですよね。そうですね、あの、西京選手やっぱこの相手の作戦に対しての変え方がすごいうまいなって、はい、横山選手ちょっと今困ってるなっていう感が出るんですよね、あ、パンチで出ていますけれども、はい、出るしかない、出させられてるっていうだけなんで、うまく逃げられてコントロールされてるんじゃないかなって感じますね。はは、石川さん、それが横山の前進を呼んで最強のカウンターに見えるっていうところを作るんですか、はい、そうですね、はい、本当に最強選手は、うん、どんなことやってくるのかなっていうのも、はい、いい意味で待ってるんですね、ただ待ちの姿勢じゃなくて、はいはい、どんなことしてきても対応できるような待ち方なので、かつね、あの、自分からのアグレッシブに攻める、はい、いいタイミングで攻めるストレートもありますから、だから横山選手は気が抜けないですよね、うん、はい、横山プレッシャーをかけているように見えても、うん、まあそこは最強の考えの中、そうですね、となると、はい、レオナ選手、はい、これ智也選手に何か今アドバイスあるとしたら、行くしかないですね、うまいんで、待ってたらずっと当たらないと思うんで、でワンツーとか2発で行くと見切られちゃってうまいんで、うん、はいはい、もうワンツーからスリーフォーまでつなげるぐらいまで行かないとなかなかきついと思いますね。膝で返す、共に低空飛行、ここはちょっとロープに引っかかってしまったが、第2ラウンド終了です。竹原さん、はい、あの、放送席の他の2人からやっぱり行くしかないよっていうところ、まあ、一緒でしたね。そうですね、難しいですよね、あの、まあ、採点とか僕分かんないですけど、これはどっちが、ね、押してるんですか。これまずレオナ選手から伺いましょうか。いや、まだこっちも押してないんじゃないですか。でもうまく握ってるのは西京選手がこうコントロールしてるけど、まあ、はい、明確に差が全然出てないんで、まあ、まだ今ドローじゃないかなとは僕は思います。ってことは次の最終ラウンドに、頑張るべきですね。そうですね、次頑張ってれば勝ちなんで、はい、頑張れれば、はい、頑張れれば、はい、頑張らなきゃ。の場合はね、はい、どっちかのラウンドにつけないといけないんで、はい、分かりやすいんですけど、クラッシュの場合は、はい、ね、絶対重が結構多いんじゃないですか、はい、ここからってことですね。見せ場を作らないといけないですね、そうですね、うん、ペースをね、今ね、はい、作りつつあるのは、あの、試合を鍵を握っているのは西京選手、だけどね、2ラウンド目動かされてしまってる、はい、横山選手っていう感じで、そう、こういうね、自分からのこういうアグレッシブな攻め、いや、西京兄弟にはやられっぱなしなんですという智也、横山です。横山選手はこういう横山選手たる動きです、今のが、はい、パワーありますもんね、はい、そうですね、はい、でもこれをあまり不用意にしてしまうと、はい、西京選手の思うツボになっちゃう、それをボディ打ちにはテンプル、お互いうまかったですね、返しました、竹原さん、今お互いの拳ありましたね。そうですね、あの、右ストレートとボディですか、
そう、膝シフトチェンジ、いやお互いそうです、シフトチェンジではなく全て総合的にという戦い、何でもできる。そんな中でも、うん、この最終ラウンドアグレッシブさ、手数増えましたね、横山選手いきますね、はい、それしかないということはお兄さんの匠選手にも、うん、これは耳打ちされたかもしれません。そうですね、行き続ければもしかしたらね、はい、西京選手のコンピューターも崩れる可能性は高いです、そうですよね、はい、スーパーフェザー級60キロリミット、今日はそのチャンピオンレオナ・ペタス選手も放送席にいます。あ、ここもお互いボディ打ちと顔面打ち、このラウンド横山選手、はい、動かされてるじゃなくて、自分から動いてるっていう展開に僕には見えてます。より能動的ですよ ね、はいすねはい、詰めていく、ここもそうです。レオナ選手逃がさないってことですか。そうですね、今石川さんがおっしゃった通り、はい、やっぱ西京選手を横山選手が動かしてるっていう風に変わってきてるんで、西京選手の方が何とかしないと疲れちゃうし、はい、今見せ場的なんか見た目的には横山選手の方がよく見えるんで、ここからちょっと盛り返さないと差がついちゃうんじゃないかなと思いますね。ちょっと西京が単発ですよね。そうですね、わずかに様相が変わってまいりました。まだ狙っているという範疇なのか西京ユーマ、赤いグローブ、しかし徐々に手応えを感じているのか前蹴りの横山智也、膝左のストレートに合わせる、前スーパーフェザー級チャンピオン左フック、うん、もう一発右回る、ガードを高くアグレッシブに攻めるっていうのが、はい、やっぱり、西京選手に攻めるときに基本ですから、はい、横山選手それができてますね、はいはい、カウンターに対しての反応、うん、ここも飛び込み様できてますね、はいはい、左フック、あ、お互いだ、打つ右、テイクン飛行飛んでくる、膝、武田さん右捉えましたね、横山、そうですね、ナイスですね、ここからですね、ここから、さらに続けざま、あと18秒、大振りではなく打ち抜くストレートで左、なんとか横山兄弟、ここで一矢報いる一発、パンチの次はここに来て右のハイキックだ、トムヤユーマを崩したところで試合終了、すごいですね、いやすごい、はい、パンチで効かしただけじゃなくおまけにハイキックだなんていう、いや本当に完全に崩しましたね、ここ西京ユーマを、はい、倒したというのも崩したっていうのがすごい、はい、切り崩した、はい、ですよね、うん、刀抜きましたね、横山智也また一層いい表情に変わります。さあ竹原さんどう映ったんですか、はい、今最後、そうですね、まあ、1、2ラウンドどっちかというと西京選手の方が押してたんで、はい、どうなるかなと思ったんですけど、やっぱりね、あの駆け引きっていうか横山選手はうまいですよね、はい、行くときは行って、はいはい、確かに自分からという姿勢、判定結果をお知らせします。あとは判定です。ジャッジ山根30対28、青横山、ダウンが効きました、2ポイント差、横山、ジャッジ豊永30対28、やはり同じ横山、3人とも30対28、3対0、いやこれは嬉しい勝利でしょう、スーパーフェザー級前王者から、そしてお兄さんの分もダウンを奪って判定勝ちを収めたのは横山智也です。よしともう一回ガッツポーズ、石川さん伺いましょう、はい、改めて振り返ってください。いやー本当に、ね、1、2ラウンドの技術戦、ね、1ラウンド目の展開、2ラウンド目の展開、3ラウンド目の展開、すべて変わったので、はいはいはい、2ラウンド目やっぱねこの西京選手の技術に、ちゃんとしっかり見た、2ラウンド目それに対しての変化をした、で3ラウンド目それに対してどういう風にいったら勝てるかっていうことを実行した、はい、まず石川さんが楽しそうですもんね。いや素晴らしすぎます。いやあのね、この選手はレオナ・ペタスにしか負けてない選手なんです、はい、はいですね、元チャンピオンなんですよ、レオナ選手、はい、一言、そうですね、おめでとうございます。パンチから、はい、パンチ効かせたって分かってから、パンチいかないで範囲つないだのが素晴らしいなと思います、はい、勝ちました横山智也。